はい、こんにちは、つくものはやとです。いつも皆さんご視聴ありがとうございます。本日はですね、大人気企画と言っても過言ではない、価格別についてやっていきたいと思います。革靴価格別まとめとかね、革財布価格別まとめっていうのを出させてもらっていたんですけど、今回もね、ビジネスアイテムになってます。今回はボールペンの価格別まとめですね。こちらをやっていきたいと思います。イエイ。ボールペンね、皆さんどんなもの使ってますか？サラサーとかで売ってる、ほんと書きやすいんだけどね、あれ安くて軽くてペンが滑る、サラサーとかあると思うんですけど、まあビジネスの場でね、なんかお客さんにこのボールペン貸すだったりとか、そういった時にまあちょっと安、プラスチックで安いやつよりはちょっとブランドもののしっかりされたやつを使った方がいいかなだったりとか、あとはね、まあプレゼントね、ちょっとしたプレゼントに渡しやすいと思うんですよね。そういったボールペンの価格別まとめやっていきたいと思います。このボールペンね、もらって嬉しいですよね。ちょっとちゃんとしたやつだとなかなか自分で買う機会ってないじゃないですか。ちゃんとしたボールペンをちょっと恥ずかしいというかね、本当にタイミングがないと思うんですよ。付き合う前の男女で、まあ、ちょっとこの人いいなって思ってる人にプレゼントするだったり、まあ、金額的にもね、安いものもあるんでだったり、あと長年付き合っててもう一通りあげたわ、もう財布もあげたし、なんかキーケースもあげたし、靴もあげたし、もうあと何渡せばいいん私みたいな、そういった時にこのボールペンぴったりにやってます。あとは日頃からね、お世話になってる上司の方だったりとか、あと可愛がってる後輩のなんかノルマ達成だったりとかね、誕生日だったりとか、そういった時にポッと渡してあげるのもいいですよね。あと親御さん、両親の方になんか母の日とか父の日とかにまあプレゼントしたら、まあ喜ばれるアイテムだと思います。金額もね、本当にね、安いものをから手が出しやすいものから高級なものまでありますので、そこ、ぜひ参考にして最後まで見ていただければと思います。このボールペンね、判断するときにいろいろ基準みたいなのがあって、ちょっと先にそこだけお話しさせていただければと思います。最初はですね、ペンの太さですね、ペン自体の太さになってます。でこちら男性ではだいたい11ミリから12ミリがいいかなって言われてます。女性だとね、もうちょっと華奢なもの、細いものがいいって言われてるんで、7ミリから8ミリぐらいですね。でペン先の太さあると思うんですけど、あちらはね 0.3 ミリから 1.2 ミリまで、こちらの規格というかねがあるんですけど、標準的なのは 0.7 ミリです。こちら覚えておいてください。でよく書く人ね、よくペンを書く人はやっぱりペンが走りやすいようにね、太い方、まあ、1.2 ミリとか本当に0.9 ミリとか、そういったものを選んだ方が喜ばれます。逆に字をきれいに見せたいだったりとか、そういった人にはちょっと細めのね、 0.3 とか 0.5 とか、そういったペン先の太さが選ばれ、喜ばれますので、こちらもちょっと参考にしていただければと思います。あとですね、ボールペンの形としましては、ノック式、上をカチッと押すとペンが出てくるだったり、ツイスト式ね、繰り出し式とも呼ばれるんですけど、ちょっとねじると出てくる、そういった2パターンが大きく分けて出てくるので、こちらも相手のね、用途ね、ノック式だとやっぱり片手でね出せるんで楽なんですよ。で使いやすさだったりとかはあるんですけど、胸ポッケとかに入れる人はそのノック式だとね、なんかの拍子でこの上が押されて出てきちゃって、このポケットの この先っぽね、先っぽが汚れちゃうだったりとかあるんで、ちょっとね、かっこよさとか追求したい人は繰り出し式の方が喜ばれるかもしれないです。はい、本日やっていくテーブルは1万円以下のもので、1万円から3万円までのもの、3万円以上のもの、そういった構成でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず1万円以下のものですね。一つ目のブランドはクロスになってます。この一発目からね、クロスっていう本当にボールペン界の中では有名なブランドになってるかと思うんですけど、こちらはですね、イギリスにある鉛筆職人の息子がアメリカでスタートさせたボールペンの会社になってます。まあ最初はね、万年筆になってるんですけど、現在のボールペンの原型を作った、ブランドだと言われてます。このクロスですね、1846年からスタートしていて、めちゃめちゃ歴史はあるんですよね。でやっぱりアメリカ最古のボールペン会社と言われていて、オバマさんとかブッシュ大統領とかもこの大統領サインの時にはこのクロスのボールペンを使っていたと言われてます。まあそれはね、ちょっとまたね、1万円を超えていくものを使ってたと言われてるんですけど、このくらいね愛用されている、で歴史もあって、技術力もみんなから確信を得られているようなブランドになってます。で安いものは本当に6000円とか7000円ぐらいから買えるものが取り揃えられていますので、有名ブランドいったらこのクロス間違いないでしょう。はい、続いてのブランドはファーバーカステルというブランドになってます。こちらはね、ドイツ発祥のブランドになってるんですけど、さっきのクロスよりね、もっと前でね、1761年にスタートしたブランドになってます。
っぱりね、ドイツっていうこともあってね、日本にはないおしゃれさがあるんですよね。で、それで、まあ、日本人って、まあ、ちょっと周りとは違うおしゃれを楽しみたい人とかには大人気のブランドになってます。ウッド調ね、木の素材とかが多かったりするんですけど、まあ、形自体はね、シンプルなもの、まあ、洗練されたものがあるので、もちろんビジネスシーンでも使えるものになってます。ちょっとね、人と違う系とおしゃれなものを使いたいっていう人には、このファーバーカクテルおすすめになってますね。はい、続いてのブランドは、オロビアンコになります。こちらね、1996年にスタートした、比較的新しいブランドになってるんですけど、メイドインイタリーが、まあ、フォーカスされてるブランドになってます。で、ブランドの真ん中にあるヤギのマークがあるんですけど、あれはオロビアンコ、まあ、チベット地方でね、オロビアンコって、高級なヤギ、白い金、まあ、金、白っていう、まあ、由来とかがあるんですけど、これはね、小物学でオロビアンコ取り上げてるんで、そちらぜひチェックしてみてください。はい、オロビアンコはね、このね、なんといってもこの赤、白、緑、こちらの色が特徴ですね。こちら、私はオロビアンコのボールペン持ってるんで、こちら愛用してます。はい、じゃあ大体、まあ、なんか5000円とか6000円ぐらいで買えるようなアイテムになってますね。オロビアンコ自体は他のカバンだったりとかベルトだったりとか、財布とかね、そういった小物を多く出しているので、そこと合わせて使うとより一層際立つかなと思います。他にはですね、カラーバリエーションで有名なウォーターマンだったりとか、あと日本のブランドですね、セーラー万年筆、こちらは100年ぐらい前、1911年に広島でできた国産のブランドなんですけど、こういったものがランクインしてきます。続いてはこの1万円以上から3万円以下のブランドについて紹介していきたいと思います。1万円以上のブランドの最初の一つ目なんですけど、こちらはね、ペリカンというブランドになってます。スイス発祥のブランドになってるんですけど、ボールペン業界ではね、ラグジュアリーボールペンブランドとして有名なんですよね。結構ね、キラキラしてたり、あと透かしが入ってて、中にちょっと宝石とかが入ってたりね、そういったラグジュアリー感が出てるボールペンが有名になってます。でこちらね、やっぱね、普段使いっていうのもちょっと難しいかもしれないんですけど、やっぱりどっかの記念のタイミングだったりね、あと名前を入れて一生もののボールペンにするだったりとか、そういったところで人気の、ブランドになってます。続いてのブランドはモンテグロッパーというブランドになってます。こちらはですね、由緒正しいブランドになってるんですけど、1912年イタリアで、創業したブランドになってます。でイタリアで初めてね、万年筆を作った会社になっているんですけど、その万年筆で万年筆として作られたフォーマルな形をそのままボールペンに移したような特徴的な、ボールペンを製作しているブランドになってます。こちらはね、セルロイド素材、高分子プラスチックと呼ばれるものですね。ちょっときめ細やかなプラスチックな素材が特徴的になっているんですけど、エレガントさね、エレガントさが、特徴的なブランドになってます。映えるんですよね。プラスチックの質が高いんで、黒いスーツとかに刺しててもそこがピカッてワンポイント光るようなアイテムになってます。続いてのブランドはポルシェデザインになってます。こちらはですね、大人気車メーカーのポルシェの息子がね、手掛けてるファッションブランドになってるんですけど、他にもね、服だったりとかカバンだったりとかいろんなアイテム出してるんですけど、このボールペンもね、やっぱりね、革新的なんですよね。そのデザインに凝ってるというか、他では使わない素材を入れてたりとか、全然違うデザインをそのボールペンに落とし込んでたりとかするので、こちらも一つ持ってるとやっぱね、話題のネタになりますよね。なんかこのボールペンで一つ小話をしたりとか、きっかけ作りにもなると思いますので、こちらもおすすめになってます。ちょっとね、特徴的なものになっているので、そういったね、特徴的なのが好きな人は本当に好きですね。このポルシェデザイン、ちょっと面白いんでぜひ調べてみてください。続いてのブランドはモンブランになります。こちらモンブランはね、みんな聞いたことあるブランドだと思うんですよ。もちろんね、他にもね、財布だったりとかを出しているビジネスブランドというかね、小物のブランドになっているんですけど、このモンブランは有名ですよね。ドイツ発祥のブランドになっているんですけど、1906年スタートのブランドになってます。もう100年以上ですね、経っているブランドになってます。こちらね、モンブラン樹脂っていうのが有名というかね、モンブランのボールペンに使われてるんですけど、この触り心地とか手に馴染む感じがめちゃめちゃいいという評判ですね。でメンズレディース両方アイテムを豊富に揃えてますので、女性の方もモンブラン使っているとかっこいいんですよね。はい、そんな感じで1万円から3万円のブランドを紹介しました。他にはですね、カランダッシュって呼ばれるスイス発祥のブランドがあるんですけど、こちら鉛筆みたいにバトエンみたいな感じで六角形の形のボールペンを出してたりするんですよ。このカランダッシュも面白いですし、もう全く真逆のね、エステデュポン、
こちらデュポンって聞いたらなんかちょっとパッと思い浮かぶ方もいると思うんですけど、このデュポンもボールペン出していて、この重厚感あふれる、もうこれぞなんか万年筆作ってた会社だみたいな感じで、その伝統的なね形のボールペンを出しているブランドになってます。これ面白いですよね。各ブランド特徴があってたりするんで面白いですね。はい、続いて3万円以上のブランドを行っていきます。最初のブランドはアウロラというブランドになってます。こちらね、本当にボールペンとしては珍しくて、イエローとか本当にオレンジとかそういった発色のいいボールペン、あのインクじゃなくてね、そのボールペン自体がその色なんですよ。そういった、ボールペンを出しているのが特徴的なのと、イタリアでね1919年に創業したブランドになってるんですが、ニューヨーク近代美術館にそのアウロラのねものが展示されてるんですよ。それでアメリカでも有名になっているような、そういった実績を持ち合わせたブランドになってます。続いてのブランドはカルティエになります。カルティエはねやっぱりね、どんな商品をまとめても入ってくるブランドになってきますね。このカルティエは1847年にパリで創業したブランドになってるんですけど、このカルティエもね今度ねブランドとしてまとめてちょっと歴史とか特徴をお話ししていきたいと思います。カルティエはやっぱりシンプルなデザインが特徴的ですね。で、まあ、なんか30歳とか40歳以降の男性が好むような形になっているんですけど、やっぱりねなんか光り方が違うんですよね。ボールペン自体の輝きが違うというか、そういったものになっております。やっぱり3万以上のものが多いですね。はい、最後のブランドになるんですが、最後のブランドはパーカーになります。こちらはもうボールペンって言ったらパーカーが一番夢でしょっていう人多いと思うんですけど、このパーカーやっぱり一番最後に取ってきちゃいました。これ太平洋戦争を終結する時のあのサイン書いた時に使われたボールペンって言われてます。フランス発祥のブランドなんですけど、メンズもレディースも展開していて、まあ、根強い人気ですね。やっぱりみんな大好き、まあ、実力もあるし実績もあるし、太平洋戦争終結の時に使われたってすごい、なんだろう、ステータスじゃないけどさ、実績ありますよね。で、まあ、特徴としてはね、このクリップ、ちょっと分かりづらいな、このクリップのところがあると思うんですけど、ここがね矢羽ね、ここにギザギザの羽がついて先っぽが矢の形をしている矢羽のクリップが特徴的ですね。このパーカーは、まあ、高級なものがほとんどなので、人生の節目とかね、大切な時に使う、まあ、使用するっていうのがいいと思います。やっぱりね、太平洋戦争終結ってすごいよね。自分の人生のなんかターニングポイントじゃないけど、そういう時になんかいいボールペンで書きたいよね。なんか婚姻届とかさ、区役所とかにあるペンを使うっていうよりは、自分でなんかこの記念の一筆じゃないけど、そういったものを持ってるとやっぱりなんかそれが思い出の品として残るからいいと思います。はい、こんな感じで本日はですね、ボールペンの価格別ブランドについて、まとめてみました。どうでしょう、皆さんなんか今後ね、まあ、買う人だったりとか、まあ、プレゼントする予定がある人だったりとか、まあ、いつかボールペンちょっと買いたいなっていう人を参考になったんじゃないでしょうか。まあ、こんな感じでね、いろんなブランドだったりとか、あと靴だったりとか、まあ、いろいろな角度からまとめているので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。